こんにちは今日は義務教育で教えるべき稼ぎ方という話をしていきたいと思います昔から学校教育で何を教えるかというのは大きなテーマになってきました主に歴史とか道徳が重要なテーマだったと思いますただ私はそれと並んでもっとちゃんと義務教育のうちに学校で教えるべきことがあると思っておりますそれは稼ぐことの意味さらには稼ぎ方です これは個人として収入を得るという意味とビジネスとして稼ぐという両方の意味を含みます稼ぐというのは現実社会の中でも人間が人生を送る上で最も基本的な活動ですこれができていないと生きていけないのにほとんど教えられていないという方が不思議です特に今国際競争力を失いつつある日本という国にとっては何をすれば稼ぐことができるのかを若いうちから意識づけすることは非常に重要だと思います 具体的なメリットですがまずこれをしっかり教えることは人格教育につながると思います稼いできてくれている親や日本をここまで導いてくれた先人たちに対する感謝の念も高まりますし自分のキャリアを考えるきっかけになりますニュースなどに対する興味関心も高まります実は人間性向上に寄与するのですもちろんたくさん稼げば偉いと教えろというわけではありません 世の中には短期的な収入には結びつきにくいものの価値のある仕事もたくさんあるからですしかしまずは稼ぐということが人間として生きていく上であるいはグローバルで生き残っていく上で重要な意味があることを若いうちから意識づけすることは国際的な競争力向上のベースとなるはずです第二に他の科目の理解がより進むということがあります例えば歴史を勉強すると多くの暴動や戦争海外進出などが ほとんど経済的な問題に起因していることがわかりますしかし稼ぐということの意味をわかっていないとそうした歴史上の動きが理解できません例えば歴史上市場を求めて海外進出というケースは多々ありましたがそのことの意味を理解できている生徒はほとんどいないのではないでしょうか市場を求めるということがどういうことなのかあるいは自分の仕事が失われるとはどういうことなのかそうしたことを理解できると人間の行動をよりしっかり理解できるようになると思います 社会科以外でも例えば電気を起こせることを発見したことでどのような社会的変化があったのかあるいは数学で確率というものが分かるとどのように儲けにつながるかなどいいくららでも稼ぐととうことの意味を教えられる機会はあるでしょうあらゆる学びが結局は稼ぐこととつながっていることを知ることは将来さまざまな分野でリーダーを生む基盤にもなると思います。そして第三に より具体的に物を売って作って売るなどのシミュレーションをすると学ぶことに対するモチベーション高まることにもつながりますしリーダーシップ開発やコミュニケーション力向上などにも貢献しますさらには何をすればもっと高く売れるかなども考えることにもつながりますから創造性開発にもつながっていきますつまりさまざまな能力開発に結びつくのです当然これらはビジネス以外でも役に立つものですから一石二鳥とも言えます 他にもメリットはあるのですが問題はそれを教えられる教師が少ないということでしょう稼ぐということを未だに癒やしいものと見る層も一部にはいるかもしれませんしかしそんなに勇者のことは言っていられません今日本の喫緊の課題はまさに国として稼ぐ力を増すことです例えば教師に最低限のビジネスの知識を学んでいただくあるいはビジネスパーソンそのものがそうした授業を担当するというやり方もあるかもしれません ユダヤ人の子供に対するお金の教育。まあ、これはあの、実はユダヤ教を学ぶ中で、学んでいくものでもあるんですが。富は生きていく上で、尊ぶべき目標であり。楽しい人生や、時間とかねが必要であると。まあ、そういった価値観を学んでもらう。そういった手法も、参考になるかと思います。あるいは、アメリカのように、まあ、レモンをお金に変える方という、まあ、有名な絵本がありますが。そうした絵本などで、勉強するというのも、ヒントになるのではないでしょうか。 大人になっていきなり今までは勉強具体的な稼ぎ方はこれから自分で考えろというのは不親切です若いうちから適切な稼ぐ教育をすることが結局は人間の行動の理解を深めビジネスのみならず多くのリーダー輩出に寄与するということを強調しておきたいと思います